残ってる? お飲みください。 この子、誰? それは、あなた様でございます。 あいつも借りるか。 確かリビングの棚の引き出しに入ってたはず。 鍵かけやがった。鍵か。そういえばさっき夢で。 さすがにもう狭いな。
せっかくいいライダーなのに使わないとかもったいない。しぐれ、いつ帰った？だ、何日も。連絡くらいよこせ。おじさん、なんでこんな時間に。おい、タバコはやめろとあれほど言っただろ。そのライターはどうした？何？ちょっと借りただけじゃん。返しなさい。いいじゃん、どうせ使わないんだから。返せ。もうたくさんだ。誰がここまで面倒見てやった。どうしてお前はそう面倒ばかり起こす。てえな、偉そうに親でもないくせに。死ね。待て、しぐれ。雨か、やんなるな。ママ。お母さんか。よく覚えてないけど、でも私が知ってるお母さんはいつも笑顔だった。今頃何してんだろう。なんで私捨てられたんだろう。いつまで経っても慣れないもんだな、ぼっちって。もういいか。こんな気持ち引きずるのももう疲れた。いつの間にか一人いなくなるだけ。それもすぐに忘れ去られる。大丈夫、一瞬で全て終わる。そしたら楽になる。生きてる。お目覚めになられましたか。コーヒーはお好きですか。はい。コーヒーです。お嫌いですか。いや、好きですけど。それはよかった。砂糖とミルクは入れますか。いや、
かしこまりました。申し遅れました。私、この喫茶店、竜のひげのマスターをしております。ヤクモと申します。どうも、しぐれです。しぐれさんですか。素敵なお名前ですね。それで、ヤクモさん、私、死んだはずなんですけど、なんでここに？そうですね。その問いにお答えする前に、さあ、どうぞ。コーヒーが入りました。はあ。よかった。お気に召していただけましたか？はい、ありがとうございます。なんか少し落ち着きました。それで、そうですね、順を追ってご説明。まずはこの場所についてです。ここは異界天の与平。そのしぐれさんは死ぬ寸前に我がつくまりの神異界。はい。その神様がしぐれさんにしかなし。はあ。次にその手の烙印についてです。これですか？それは魔がつくまりの神のその烙印がある限り、加えて天の与平で死ぬことも許されません。それって正確に言いますと、死ぬ、死んだ途端に死んだ、気がつけば生きたまま変わらず、その死んで楽になるはずだった神様は私が死にたがってるのが、そうですが、使命さえはなんか、それで魔がつくまり、その神様にで、魔がつくまりの神は、ですが、汚れた雨が降りつつ足を踏み入れ、そうで、いかがなさいます。ここ、竜の日ヤクモ、私って、だったら、しかし、その度おつらいと、痛いのは私にと、それに死ぬ覚悟なら、そう、ではこれをどうぞ。しぐれさんに差し上げ、特別な力を込めたカルタです。天の与平、準備ができたら裏庭まで来てください。そこから天の与平に入れます。わかりました。ああ、でも急ぐことはありませんよ。どうぞごゆっくり。コーヒーはゆったり飲んでこそ深く香り、味わい深いものですから。じゃあ、そうさせてもらいます。ヤクモさんって何者？悪い人じゃないっぽいけど、